Thank you.
1セット目から勢いを持ってスタート入ることができて、自分たちの中でもサーブのところをうまく使えて、セットをこなすことができたと思うので、そこは良かったところだと思います。ありがとうございます。では続いて、西川選手は前衛だけではなく、バックアタックでもポイントを重ねていらっしゃいましたが、ご自身のプレーを振り返ってみていかがでしょうか。守備のところではまだまだ他の人に助けてもらうところが多くあるんですけど、自分の持ち味を生かした攻撃のところでチームに少しでも貢献することができて、そこは個人的にも今日はいい収穫だったと思います。素敵です。ではぜひ明日への意気込みをお願いいたします。今日のゲームをまた修正して、明日いい準備して試合に臨めるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ではファンの皆様に一言お願いいたします。今シーズン3連覇に向けて頑張りますので、応援よろしくお願いします。